おはようございます。簡単マイコン教室、おっちゃん先生の土井です。月火水は、ティーチャブルマシーンを使って、えー、機械学習のプログラムを説明していて、今はティーチャブルマシーンっていうサイト、もう早速画面切り替えて、えこういう Google さんが提供している、サポートしている WithGoogle って書いてあるんですよねえ。こういうサイトがあって、ここでまあ簡単にこう人の顔とかを機械学習させて、 えー、それを判断、結果を出すっていうようなあものを特にコーディングなくできるサイトがあります。で、これを使ってみるってやって、で、えー、この 画像プロジェクトっていうのを選んだ時にまあ普通これでコンピューターの上でいろんな処理するんであればこれで十分なんですけどこっちがあってこれが何なんだろうとずっと思ってたんですねマイクロコンピューターに組み込むっていうのがあってで私のこのチャンネルは一応簡単マイコン教室っていうことでマイクロビットとかから始まっているのでこのマイクロコントローラーっていうのは興味があって。 画像のサイズは 96×96 96のカラーじゃなくてグレースケール。これを読み込んで、えー、このおテンソルフローライトっていう、まあ、機械学習の、まあ、Google さんが作っている、まあ、そういうのアルゴリズムのマイクロコントローラー版ができるみたいなのがあって、 でえー、こ今回のシリーズはこの下にあるリンクですよね。このページを追っかけてずっと読んでます。で、えー、割と読んできて、結局どこで引っかかってたかっていうと、このカメラなんですよね。RD のと OV767 っていう、このライブラリーを使って、えー、カメラをつなごうと。これソフトウェアのセットアップなんですが。 ハードウェアアセットアットプこれがハードウェアがなくてできなくて、で、前回までまあハードウェアない,い,い状態でできるとこどこまでかなっていうのをずっとやってました。あで、えー、まあ、なんだかんだで、えー、1月弱ぐらいかかっちゃったんですが、いろんなものが手に入ってきました。少し普通の RG のご存知の方であれば、RG のって割と比較的勉強用で安く、 簡単に手がが入るんですがこのーページで使っているこの RD の,のナノっていうのの33シリーズっていうのは結構そこそこの値段がしていてちょっとこう本気でやろうっていう方じゃないと手が出ないぐらいのかん価格帯です。で特にこのセンスっていう方は少しさらにセンサーがいろいろ入っていて効果になります。 でサイズ的にはすごく小さくて、もう本当になんかしっかり作ってあげよう、作ってやろうっていう人であれば、これで作ると非常にコンパクトにいろんないいものができるなと。で、この先に USB つけて、開発環境は RD の使っている方であれば、 ああ特に難しくなくできるただ、ライブラリーのインストールはなんか廃盤になっていて、アルディーノのライブラリーからはすぐ読めないようになっていたりして、えー、そのあたりは四苦八苦前回、まあ、ずっと見ていただいている方は、まあ、そう見ていただいたんですけど、で、これを、まあ、ブレッドボードって言われるこういうボードの上にこう挿して、で、作っていこうというふうに、この。 ピンがあついているものを購入しましたと。ピンがついていないものを買うと自分でハンダ付けしなきゃいけないんですが、はい。という形で、こんな形で、えー、つけて、で、えっ、ー、とやっとカメラが到着しましたということで、えー、カメラ、箱から見てもらいましょうか。箱は結構。 もっちゃりした箱で、これぐらいの、こんな形の箱で、これを開けると、こんな風に入っていて、で、これももうピンがついているものを購入しました。ただ、このピンの並びは、ちょっと辛いものがありますよね。結構ピンの数多くて、 こ,れこう差しちゃうと交差しちゃうとダメなんですよねかといってこうこうしてもダメだしこの間にこう都合よく乗ればいいんですけどそういうわけにもいかないのでちょっとこれこのままブレッドボードに乗らないので残念ながらこれはピンはと空中配線的になって わざるを得ななないいんじゃないかなとこうつけてももです、ねうんんねなかここのピッチがもう少し開いていればこうギュッとここに刺して配線もしやすそうなんですがまあいろんなサイトで出ているようにちょっとこれとこれとはこんな形であとは空中配線になるのかなと思っていますでやっとものが揃いました 物が揃って、はい。で、物が揃ったので、アルディーノのピンと、アルディーノの5とか4とか D8 とかを、それぞれここに示されているものと接続してあげて、で、電源は、コンピューターとマイあのアルディーノをつなげばすべての電源が流れるというので、電池を別途用意したりする必要はないと。 で、あとこれで、と、RD の側にプログラムを書かないといけないと思うんですが、ハードウェアをつけて、で、アップローダーとコネクタスケッチで、イメージプロジェクト、 これ何が表示されるのかなあ、これで、自分でイメージ作ってくださいみたいなこと言ってるのかな ?RD のはまだライブラリ入れただけでソフトは入ってないですよね。テンソル、テンソル、プロセッシングもプログラムを入れただけで、あとライブラリを入れただけですよね。 で、これを接続して、トレーニングモデルを作って、で、えー、っとね、けど、ファーストダウンロード。うん。これをマイクロビットに入れて、プロセッシングを動かして、で、プロセッシングの画面が出るようにして、 でカメラをフォーカスして画像を撮りましょうみたいなもんでこれを今週からやっていきたいなと思ってますはいということで今日はこれぐらいでちょっと振り返りもやってで、えー、今ものとしてこれが届きましたよという説明と で、あとはそれをつなげて、プログラムを書いてやっていくというところを、今週から、今週はやっていきたいと思います。はい。ということで、まあ、今日は、ああまあ、届いたものを見てもらっただけで、ケーブルができてないんですけど、 ブレッドボードの上にカメラが置ければよかったんですが、なかなかあのピッチが悪くて直接置けないということで、えー、ブレッドボードとのアルディーノとカメラとをワイヤージャンプとワイヤーでつないで回路を作っていこうと言っています。はい、今日も最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは毎朝朝6時に月火水はあ ティーチャブルマシーンのモデルをアルディノの上で動かそうとしています。木琴のメタバースをテーマに、国土交通省さんのプラトーというサイトで勉強しています。もしよかったらですね、チャンネル登録していただいて、毎日毎朝お付き合いいただければと思います。今日もご視聴いただきありがとうございました。<music>